第27回ユーロビジョンソングコンテストは1982年4月24日にイギリスのスパリゾート地ハロゲートの国際センターで開催された。制作 BBC 英国放送協会。プレゼンターはニュースキャスターのジャン・リーミングで英語とフランス語を使用。放送時間は2時間11分。フランスとギリシャの不参加で18カ国に減った。 フランス TF1 はコンテストに出場する歌手は上手いとも思わないし、本当にいい歌があるとも思えないとの理由から出場しないことを決めた。これはフランスの視聴者から反発を買い、その後視聴率低迷につながっていく。そして翌年からは TF1 に代わりアンテンヌニが参加することになった。ギリシャも文化担当大臣となった元女優。 メリナメルクーリがくだらないものと判断し不参加となったが翌年復帰している。以下参加国の出場回数及び中継テレビ局一覧、ベルディフランス語放送内数字は参加回数不出場ながら中継放送を実施した曲変更なし。各国の審査員が気に入った他国の10曲に投票。お気に入り順22、10、8から1点として採点。 演目終了後、国際電話でつながれた各局のスポークスマンが出場順に口頭で発表。プレゼンターが副賞確認し、スコアボードに加算された。ドイツ代表、ニコルのエイン・ビスハン・フリードンが開票の序盤から終盤までにいいかを引き離し、圧倒的な勝利となった。ドイツの優勝は今回が初。 9カ国が12点の満点を出した、新記録は1997年まで破られなかった。優勝のアンコールは、ドイツ語だけではなく、英語、フランス語、オランダ語の4言語で披露された。彼女のレコードは多言語でリリースされ、各国語版合計で500万枚を売り上げる大ヒットになった。各国ヒットチャートでは、ドイツ本国で5週間、オーストリア2週間、スイス8週間、 一位をキープ。オランダで4週間、ベルギー3週間、そしてスウェーデンでは11週間首位を独走した。イギリスでは、オリシも、フォークランド紛争の真っ最中だったためコンテストでの投票は低かったものの、セールスは好調で2週間一位に輝いた。そしてフィンランド、チェコ、ユーゴスラビア、 南アフリカ等でも各国語のカバーバンが登場し大表作となった。同曲は2005年ユーロビジョンソングコンテスト50周年記念インターネット投票では14位を獲得した。言語帳イコールデンマーク語、カオルイコールフィンランド語、ヒーイコールヘブライ語、ランイコールオランダ語、ウベイコールノルウェー語、SR イコールセルビア語、テンイコールスウェーデン語、イコール イタリア語、A イコール A 語、キイコールギリシャ語、西イコールスペイン語、ドクイコールドイツ語、土イコール、トルコ語、フッツイコール、フランス語、ホイコール、ポルトガル語各曲の歌詞については以下を参照のこと、ディガルースラッシュ英語版、フランス語版、ドイツ語版。ありがとうございます。